最後まで勝ってやろうと、そういう姿勢は感じました。あれ毒素かもしれないというようなシーンもありましたけど、僕が思うキーポイントだったのは F マリノスのあのダイナミックなサッカー。こんにちは、ジュビロ磐田対横浜 F マリノス 2-0 ですね。16節のゲームになります。暑かったですね。両チームの選手もすごく何とかしてやろうっていう、こう気概みたいなものはこう感じましたし、最後まで勝ってやろうと、そういう姿勢は感じました。ゲーム早速いきたいと思います。データ見ますと、磐田ボールポゼッション 40% で F マリノス 60%、 シュートがジュビロ9に対して F マリノス13、枠内が4本ジュビロ、3本の F マリノス。どこが出してるかによってこのデータって変わるんですけれども、今僕が見てるのはそういう風になってます。で、走行距離113キロ磐田で、 F マリノス117キロ、スプリント回数172磐田、165 F マリノスで、パスが407本磐田で、688本 F マリノスと。で、コーナーキック磐田1 F マリノス4なんですね。 F マリノスの状態とすると、すごいフィジカルコンディションとか、まあ選手もこう疲れが見えてたと思います。あのいつもの F マリノスではなかったと。それはですね、データ的にも前節京都とやった時に走行距離が125キロあったんですよ。で、このゲーム117キロなんで、まあ、かなりの差があることがわかりますね。じゃあジュビロはどうかなとなった時に、118キロ神戸戦走ってた。で、このゲームは113キロ、約5キロ違ったわけなんですね。F マリノスのスプリント回数は、京都戦は237回あったんで、かなりこう、いつもの F マリノスではないっていうことが数字からも見て取れます。シュートのところなんかも、まあメンバーもこう変わってたり、小池がいなかったり、まあそれからマルコス・ジュニオル、彼が出ると思ったんですけど、まあ出なかったり、まあ角田がセンターバック、出てましたけど、エドワルドいないとか、まあ、チームとするといろんな人がこうローテーションしながら戦っていけるっていうのは F マリノスの良さだと思います。で、そういった相手にですね、ジュビロは戦ったわけなんですね。ゲーム行きたいと思います。もう結果は皆さん分かってると思いますので、ね、2対0、まあ、前半はジュビロの方がシュートがね、これ確か後半の70分ぐらいだったと思うんですけど、なかったんですよ、シュートが。で、前2枚ファビアン・ゴザレスとおつゆきが入ったことによってシュートっていうのが生まれたと思うんですね。65分ぐらいですかね。それまで、まあこのデータからも分かる通り、まあ前半は5バック敷いて自分たちがこう出ていくっていう形がこ う, うまく作れなかったですね。まあそれは作戦なのか、そうなってしまったのか、ただ F マリノスの状態もそこまでよろしくなかったんで、コンディション的に。なので、まあ結構守りを固めながらこうあまり攻撃しないなっていう印象は受けてたんですね。で、まあ後半入ってやっと65分ぐらいに1本シュートを打ったわけなんですけど、やっぱり後半になって、まあ監督の方から、伊藤明さんの方からおそらく指示があって、鈴木本健勇がボールキープしたり、大森なんかも近くでプレーしたり、真ん中のボックスの幅の間のところでボールをこう受けて溜めるようなシーンが目につきました。そしてこの松本雅也と鈴木優斗が前にこうポジション取っていった。まあそれによってチャンスを作ろうとし始めたなっていうところと、遠藤がボランチあたりからキュンとこう前に飛び出して、杉本健也のトップの動きとか、シャドウというか2列目の上原力也と大森の動き見ながらスーッとこう出てこうとしたと。そういうところは違いは確かに感じましたね。ただですね、やっぱりその辺が攻撃しようとこうアクションしようとすると、やっぱり F マリノスとすると相手がこうブロックが動かなくて攻めてこないんで、磐田が攻めてこないというか攻めれなかったっていうのもあると思うんですよね。後半になってちょっと出てきたんで、逆にこういうアクションを起こしてくれたことが中川のゴール、それからレオセアラのゴールにこう逆につながっていったっていうところが、まあこのゲームのある意味ポイントだったと思います。出ていこうとした後半頭から10秒動いたんで、攻撃に逆にそれがチャンスを生んだっていうか、ピンチを招いたっていうかところでした。ただですね、2-0 でこう敗戦したんですけれども、やっぱりここは大事なところだと思うんですね。今までやってきてるサッカーが、じゃあその前半当然 F マリノス強いんで、その相手に対してこう対策を練りながら
例えばですけど、守備の仕方なんかも、サイドの相手のこの松原と長戸、まあ小池出るかなと思ったんですけど、長戸が先発して、ここをうまく消すために、この前線の杉本から、まあ特に松本雅也と鈴木優斗とか、この辺が外切りながら、中にこう押し出してた。まあそこは、狙いが岩田として見て取れたんですね。でもまあその辺も西村とかレオサヤラなんかも降りてきて、鹿沼とか遠藤の脇とか背中とか、それで相手がちょっと食いつくとストンとこう背後出ようとしますし、この辺のスペースにっていう概念はやっぱりこれはもう F マリノスのこうスタイルなんで、その辺は徹底されてたなと。今スタイルっていうお話させていただきましたけど、この辺がちょっとシーズン当初の岩田ジュビロから今現在のサッカーのところまででいくとかなり変わってきてると思います。僕毎試合、まあ、ある程度こう見てるんですけど、まあ、データは毎試合拾ってるわけじゃないですが、メンバー見ても、それから数字見てもスプリント回数見てもどこで触ってるかっていうエリアも含めて、おそらく見たらその辺なんかっていうのもわかると思います。結果前節もそうでしたが、前節はシュート6本、神戸戦、まあ0-0のゲームですね。で、枠内1だったんですよ。で、このゲームもシュートがなかなかなくて、65分ぐらいでやっと打った。で、ファビアン・ゴンザレスが確か5本打ったんですよ。で、大地祐希1本なんですよ。金子も1本。途中から出てきた選手がこう、シュート打ってるんですよね。やっぱりそれは、ゲームが動き出して、それで F マリノスとかなんかも出てった。その背後、あれ、ドグソかもしれないっていうようなシーンもありましたけど、ああいうのが、やっぱりアクションを起こしたいことによって出てきたと。まあ、ジュビロとしてみると、今、相手を分析しながら、相手の良さを消しながら自分たちの良さを出していこうというところがこう感じる中で、まあ、F マリノスだったら、僕が思うキーポイントだったのは、F マリノスのダイナミックなサッカー、アップテンポで、あれを分断することが、あれをやらせないことが、基本的に F マリノスの選手って貯められるような選手はいなくて、縦にみんな速い、技術があって、そういうタイプなんですよね。だからアップテンポでずっとやり続けるわけですよ。アウトプレーなんかもすぐにストンとこう投げたりとか、フリーキックなんかもそうですし、ポステコグルー監督の時なんかほとんどコーナーキックとかショートをやったと結構多かったと思うんですよね。セットプレーのことはそこまで求めてないっていうのが、F マリノスとしてあるのかもしれないですけど、まあ監督も変わってその辺は数字的には多少変わってきてるのかもしれないですけど、ただそういったところも加味しながら岩田はまあ戦って入ったと思うんですね。なんで次のゲーム今中断するんで、ここを大事な時間として、それからウィンドウが空いた時に新しい選手の補強ですね、ここすごい大事になると思いますから、岩田がどういう方向にこうサッカーとして向かっていけばいいのかっていうところなんかも含めて、昨シーズンは鈴木正和さんがやって、そしてハットリさんがやってきてますけど、まあその前だったら七海さんもそうですね。でもどういったスタイルでやっていくのかっていうところが、まあ今回の F マリノス見たらその辺の違いといいますかね、ヒントを教えてくれたんじゃないかなと僕は思いながら見てました。中断期間を良い準備して、良い結果と最後になるように応援してますんで、頑張ってください。それではまた。チャンネル登録お願いします。